ロズンジ。ロズンジは、紋章学において高さよりも幅が若干狭い縦長のひし形、または45度傾けた正方形のチャージである。オーディナリーの中では、サブオーディナリーに分類される。トランプのダイヤの数とマークに似ているため、端的にダイヤモンド型とも形容される。また、シールドの代わりに、 主に女性の紋章を示すための土台としても用いられる。ロズ寸字よりも幅の狭いものをフュージルと呼ぶ。縦横の比率がどのくらいになったらフュージルと呼ばれるかといった厳密な区別は必ずしもなく、今日でもそのような区別は見られないが、現代の紋章学ではそれらを図形的な類似性から同一視することなく紋章記述で ロズンジとフュージルは異なるものと識別されることになっている。マスクルはロズンジの外形だけを縁取りのように残し、中の部分を取り除いたものである。このようにチャージに外形と同じ形で穴を開けることをボイドという。マスクルをラザンジボイデドと記述しても全く同じ形になり、どちらでも誤りとは言えないが、近代の文章学ではこれを マスクルと記述することになっている。ラスターは円形の穴でロズンジに穴を開けたものである。マスクルよりも見かけることは稀である。文章学での一般的な表現では、チャージに円形の穴を開けることをピアストと記述するため、ラザンジピアーストと記述しても、ラスターと同様の形状を描くことができる。マスクルに開けられている穴を丸くしたものと捉えることもできるため、 マスケルラウンドピアーストと記述することもある。ラスターの形は、そのような形をした板をつなぎ合わせたものを、服の上に縫い付けた古代の鎧が起源だとする説がある。ロズンジを隙間なく、敷き詰めたひし形のパターンで覆われるフィールドは、ロズンジーと呼ばれる。同様に、フュージルのフィールドは、フュージリー、マスクルのフィールドは、マスクリーと呼ばれる。ロズンジは、 数世紀の間、特に紋章を持つ女性と深く関係してきた。ロズンジはエスカッシャンまたはシールドの代わりに彼女らの紋章を示し、後世にその紋章を引き継ぐための伝達手段として用いれてきた。ただし、紋章記述にシールドではなくロズンジを使用することを明確に記述することはなく、図として示す際に、どのような形の中に紋章を示すかという問題である。 カナダを含まないイギリスとスコットランドの現代の紋章学において未婚女性及び未亡人の紋章は今でもシールドよりもむしろロズンジの上に示されるのが普通でクレストまたはヘルメットも描かれない。時折そのような女性のためにロズンジの代わりにオーバルまたはカルトゥーシュも使われる。なおカナダの紋章院は男女平等、同権を胸として特に本人の希望がない限り 女性の紋章もシールドの上に描く。既婚女性は一部の例外を除き、常に彼女らの紋章をシールドに示す。その例外とは、結婚している間も彼女らの爵位紋章を示す。ために、ロズ寸字を使う権利を持つ貴族の夫人の場合である。妻と夫の紋章を並べるインペールメント、または、 スコットランド以外のイギリスの紋章学で紋章の相続人が女性である場合に彼女の夫の紋章を示した大きなシールド、未亡人である場合はロズジの上に妻の紋章を示す小さな見せかけのエスカッシャン、エスカッシャンオブプリテンスの形で既婚女性のシールド及び未亡人のロズンジは彼女自身の紋章を彼女の夫の紋章と結合することがある 1995年4月7日と1997年11月6日の日付を付けられたイングランドのキング・オブ・アームズの判決によりイングランド、北アイルランドとエールズ及びロンドンの紋章院の管轄権を認めてるニュージーランドのような他の国に住む既婚女性には夫のためにでなく妻のために表示される紋章を示すためのブリジワとして小さなロズン字で印を付けられた 彼らの夫の紋を単独で使うのか、または同じ理由からブリジュアとして小さなシールドで印をつけられた彼女ら自身の個人の紋章を単独で使うのかを任意に選択する権利がある。離婚した女性は再婚するまで彼らの先夫の紋章にマスクルでディファレンシングされたものを名目上使用することがある。ロズンジの形は葬々の際に用いられるハッチメント 奇中紋章にも使われる。これは男性と女性の両方に用いられる。ハッチメントは黒く塗りつぶしたロズン字の中に死者の紋章を描いものである。右のハッチメントはベルギーのものであるが、ロズン字の髪型の頂点近くに誕生を意味するラテン語のナトゥースという言葉を置き、紋章の左方に誕生日の月日だけの日付、右方に生まれた年を西暦で書いてある。また、 下方には同じくラテン語で死去を意味するオビットという言葉と共に死去した年月日、き記述が書いてある。ベルギーの公用語はオランダ語、フランス語及びドイツ語であるため、公用語に関わらず、ラテン語を使っていることがわかる。このハッチメントで示された人物は1916年10月7日に生まれ、2004年1月7日に死去したことを表している。右の紋章は、 バイエルン王国を支配し、そのバイエルン大公の地位を独占した、ビッテルスバッフ家のものである。アージェント、銀色とアジュール、青色の斜めに傾けた、ベンドアイズのユージリーとなっている。この紋章は、現在のドイツバイエルン州の周期となっており、バイエルンを発祥とする、航空機用、エンジンメーカーから自動車メーカーとなった、BMW のロゴマーク、ウブレムのデザインの一部となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。